はい、皆様ごきげんよう、ひーちゃんです。この日はですね、6月7日の昼クライムの様子なんですけども、この日はパナモリで、あと西ちゃんと、いつものおじさんメンバーでスタートしてまして、これがね、急半区間の終わりぐらいで、西ちゃんとゆるゆるで登ってたんですけども、先行して、鳥居さんが行っちゃったんで、まあ、だいぶ差開いてたんで、多分追いつかへんやろうなっていうことやったんですけども、ちょっと頑張って踏んでみようということで、パナモリで踏んで追いつこうと頑張ってるところです。でね、パナモリはね、まあちょっと古いね、重くて、自転車なんですけど、すごくいい自転車でいいフレームなんで、私のね、愛車のピーコちゃんはちょっと見た目重視で重いホイール履かしたりとか、そんなに重量的には考えてないんですけども、ホイールも最新のちょっと軽いホイール履かしてあげたりとか、ハンドルとか、シートポストとかちょっとね、軽量化ちゃんとさせてあげたら、まあそれなりに最近のエントリーモデルぐらいやったら十分戦えるようないいフレームになってまして、で私のね、このピーコちゃんでね、今、まあフロントバッグとかボトルとか込みで重さ測ると 10.5 キロぐらいになってます。だからね、その辺がなかったら多分 9.7 とか8とかぐらいになってまして、パナソニックのね、まあホームページとか見ると完成したモデルで 8.9 キロ、ペダルない状態かな。で、ぐらいなんで、まあ、もともとがね、そんなに重くない黒森の中では軽量モデルな方なんですけども、ちゃんとね、作ってあげたら8キロ台、中盤か前半ぐらいまでは軽量化していったらできるんかなとは思うんですけど、どうしてもね、このクラシックなハンドルとか、シートポストとか、全体的な、フォルムとか考えたら、まあ、この仕様プラスアルファ、まあ、ホイールで軽量化できたらなっていうレベルなんですけども、まあそれでもね、おじさんの私でもこうやってしっかり踏んでいけるっていうのは、まあパナモリのいいところなんかなと思います。正直ね、これでちょっと軽いホイールでも履かしてあげたいなと思うんですけども、なかなかシルバーリムのね、このパナモリに似合うホイールがなかなか見つからないんで、まあ今この仕様で乗ってます。まあ、このね、トンネル入る手前ぐらいで、この先のね、左カーブのところも鳥居さん曲がっていっちゃってたんで、まあ多分この距離感やで追いつかへんかなとは思うんですけど、最後頑張ってみたいなと思って踏んでます。パナモリはね、このフロントフォークがね、こうやって強く踏み込むとね、絶妙に、まあこの動画じゃちょっとわからないんですけども、まあ前にかけるような感じで、すごい推進力を生んでくれてるんで、その独特の乗り味が私もたまらなくてずっと乗ってるんですけど、このね、左カーブのところとかぐらい本当はもう諦めたらええやんっていう感じやったんですけども、一生懸命踏んでます。こうやってね、なんか独特な、なんか鼓動感っていうか乗り味があるから、もうパナモリがすごい好きで、フレーム自体はね、すごくしなるんですけど、乗ったらわかるんですけどね、しなるけど剛性感はすごく感じるんですね。だからなんかすごいその安心感があって、下りとかでも安心感があるんで、まあこの時点で鳥居さんがもう一軒茶屋にゴールしたのが見えたんで、ちょっと緩めてもよかったんですけども、軽いダンシングをしてちょっと追いつこうかなと、少しでも差を縮めようかなと思って踏んでます。で、残念やなっていうことなんですけども、この先の104までね、行きましょうということで、西ちゃんが最後動画の締め動画とか撮ったりとかするのと、あとみんな104は景色がいいんで、写真撮るにはいいスポットなんで、104までちょっとね、ここはクールダウンっていう意味で、50代とかね、60代の人とかね、重いんですけど、黒森はね、すごく、独特の乗り味があってね、速さだけじゃないよっていうのを教えてくれる、自転車なんで、ぜひね、なんかオーダーして作ってほしいなと思います。最近のカーボンフレームとかに比べたら、まだ、
安く収まるかなと思うので、ちょっとこだわり出したらあれですけど、で特にパナモリとかすごいお買い得なんで、頑張って買って一緒に走ってみてほしいなと思います。これがカーブナンバー104、みんな104って呼んでるところですね。今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。